いらっしゃい。はい、三沢町長渡辺選手様よりご祝辞を頂戴いたします。隣町の町長さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。峠の隣のですね、会津三沢町からご招待をいただきました会津三沢町渡辺であります。今日は一言だけ、御礼お祝いを申し上げたいと思います。大勢の皆さん、それからカメラを持った皆さん、大内の良さ素晴らしいと思います。冬だけでなくて春夏秋冬とそれぞれ大内の皆さんがですね、手作りで作った観光であります。従いまして、心皆さんのその思いをですね、ぜひ、楽しんでいていただきたいということが一つであります。もう一つはですね、それぞれのお店さんが心を込めておもてなしをしておりますので、その辺もどうぞ皆さんでですね、楽しんで、おられて行っていただきたいなというふうにお願い申し上げます。我が町もすぐ隣でありますけれども、今日ここに皆さんが集まっているのかなというふうな思いでありまして、私の町はひっそりしております。今日おうちで私も楽しんでまいりたいと思います。皆さんと共に今日一日楽しい大内地区の雪祭りになりますようご祈念申し上げまして、一言御礼とご挨拶にします。本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。続きましてテープカットに移らせていただきます。準備願います。紙コップください。私ももらっちゃおうかな。じゃあ、すいません、いいですか、申し訳ない。この後乾杯あるんで、よろしくお願いします。じゃあせーのでお願いします。じゃあせーの、乾杯。どうもおめでとうございます。続きまして、来賓の皆様方のご紹介を申し上げます。なお順歩堂で申し上げますのでよろしくお願いします。下郷町長湯田雄一様、下郷町議会議長山田武史様、下郷町議会議長副議長星正信様、正幸様、はい、失礼しました。下郷町議会議員佐藤和義様、下郷町教育長室井文夫様、下郷町観光協会長星平義様、会津復興会会長山田義文様、江川小学校校長佐藤秀夫様、ゆるかみ区長星明義様、中山区長加藤東一郎様、後で乾杯になります。会津三里町町長渡辺秀俊様、昭和村村長馬場光院様、湯ヶ根温泉観光協会長渡辺雄吉様、芦野町観光協会長星博子様、
こっちの方全然、南会津警察署長様、天然開発下郷電力署長、増田金一様、会津鉄道株式会社代表取締役社長大石忠様、以上でございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。これから乾杯をいたします。青年会の皆さんが皆さんにコップを用意します。ぜひもらってください。なお運転する方は飲料してください。続きまして、祝電のご指導を申し上げます。雪まつりのご盛会をお祝い申し上げます。皆さんで健やかに楽しい親睦の輪が広がれますようお祈り申し上げます。衆議院議員渡辺幸三様、大地地区雪まつりのご盛会を祝し、心からお喜び申し上げます。会津の冬を味方に大いに楽しみ、伝統文化を継承し、親睦の輪を広げ、観光と芝三品の振興に寄与することを期待しますとともに、皆様方のご健勝をご祈念いたします。衆議院議員渡辺篤様、ご盛会を祝し、ますますのご発展をご祈念いたします。福島県議会議員渡辺勝弘様、ありがとうございました。準備ができましたら、乾杯のご発声を大地地区保存会長吉村典夫さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。吉村さん、もうちょい待ってくださいね。皆さんまだコップ渡られるそうですから、皆さんコップもらってない方手を挙げてください。青年会の方たち、コップもらってない人、コップを渡してやってください。それからくれぐれも運転する人はお控えください。どうでしょうか、お酒。まだまだですか。まだすいません、来賓の方々もご起立お願いしたいと思います。上の方まだ行ってないです。青年会の方、よろしくお願いします。私の手袋のまま少なかった。ない人、ない方いますか。今この村を保存するために一生懸命頑張っている青年たちがですね、皆さんの方にコップを配ってお酒を注いでおります。どうぞ皆さんいただいてください。準備している間にですね、保存会の話をちょっとしますが、私ども大内地区保存会はですね、この日本の素晴らしい文化だと言われるかやぶき屋根を持つ宿場町を、次の世代、そしてまたその次の世代に引き継ぐための活動をしております。どうでしょうか、皆さん準備できましたね。今日は皆さん大内地区の雪まつりに来てくれて本当にありがとうございます。それでは大内地区雪まつりの成功と皆さんのご健勝を記念して、乾杯します。乾杯。乾杯。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。